こんにちは、山田です。こんにちは、小柳です。はい、この番組はですね、昭和40年男が武道やキャリアの話をしていきますけれども、今日はね、キャリアの話ということで、引き続きですね、小柳さんに来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小柳さんも僕もキャリアコンサルタントなんですけれども、僕はまあ企業にまだ勤めていて、小柳さんのように本業としてやってるわけではないんですけれども、青柳さん資格取ってどのぐらいですか？そうですね、2014年に取得しているので、はい、8年目ですかね、はい、僕も、この間更新をして5年更新なんで、ちょうどまあ丸5年というところなんですけれどもね、どうですかね、青柳さん、この、まあ、キャリアコンサルタントっていう資格はすごくいい資格だなというふうに思ってるんですけれども、実際フリーランスでね仕事をされていて、まあ、もっとこの資格を広めていったり活用していくっていうことにあたっての課題みたいなものって感じてたりします？そうですね、キャリアコンサルタントって山田さんさっきおっしゃったようにすごくいい資格だなというふうに私自身も思っているんですけれども、なんかキャリアコンサルタントに興味のある人とかキャリアに興味がある人には浸透していると思うんですけど、そうではない方、例えば私だったら学校の現場に入らせていただくことがあるんですが、学校の先生とかですね、あとは保護者の方とか、で実は話を聞いていくとすごくキャリアコンサルティングを必要としているんじゃないかなと思うんですが、でもそのキャリアコンサルティング受けることに対してすごいハードル感じられてたりとか抵抗感を持たれてたりとか、そもそものその私たちが考えているキャリアコンサルタントのできることとすごいギャップを持たれていたりとかして、本当になんか必要としているような方たちにちゃんと伝わってないんだろうなっていうところをすごく感じているんですね。キャリアコンサルティングに対してのハードルが高い、それはどういう気持ちなんですかね？例えばカウンセリングみたいなものを受けるっていうのは悩んでる人じゃないと受けてはいけないですね。あとは転職を考えている人じゃないとそのキャリアカウンセリングは受けてはいけないとか、キャリアカウンセリング受けるってことは転職考えてるんでしょって思われちゃうみたいなところであったりとかですね、他の人に悩んでるって思われたくないみたいな気持ちもあって、別に悩んでるから受けるっていうわけではないじゃないですか。で悩む前にこそ受けてほしいっていうふうに思うんですけど、そこが全然浸透してなかったりっていうところが、はい、ありますね。指導されてしまうんじゃないかとか誘導されてしまうんじゃないかみたいな気持ちがあるのかなみたいなところがあって、ご自身の中で何か気づいてちょっと前向きな気持ちになって一歩踏み出すみたいな、その本来の内容が伝わってないんだろうなみたいなところもありますね。いや、僕はずっとこう企業内のキャリアコンサルティングしかしてないんですよね。取って5年にはなりますけど、そういうことってあんまり感じる機会がないんだけど、やっぱり青柳さんは、まあ、企業にいてフリーにフリーランスになったじゃないですか。やっぱりそのフリーランスになってから気づいたことってやっぱり多いですか？そうですね、なので企業の中、まあ、人材の会社だったっていうのもあるんです、そんなに感じなかったんですけど、やっぱりフリーになって、まあ、いろんな方と関わるようになった時にすごく感じましたね。キャリアコンサルタントって言わない方がいいのかなっていう、本当に心を逆に閉ざされちゃうのかなみたいな気がして、そうじゃなくって一緒にワークショップやりましょうとか、その中で自分のいいところを築いていきましょうみたいな声かけで、一ファシリテーターみたいな形で、でもキャリコンのその内政促すみたいなところとかはするんですけど、私キャリアコンサルタントですって、あえて言わない方がやりやすいなって感じることは正直ありました。そうなんですね。今話していて僕思ったんですけどね、そもそも自分が取るときにキャリアコンサルタントっていう仕事を理解してたかっていうと、なんかキャリアに関わる仕事だよねっていうところで漠然と何するんだろうなって言いながら、まあ僕は養成講座で習っていって、あ、そうかそうか、こういうことをする仕事なんだなって勉強しながら覚えていって実感したことであって、
世の中の人ってキャリアコンサルティングにってどういうものかを知る機会ってないし、まあ別に知ろうとも思ってない場合もあるかもしれない、うん、そういう中にキャリアコンサルタントですよって言って入っていった時の分かりづらさみたいなのあるかもしれないですね。そうなんですよね。これはあの自分自身に対しての反省点でもあるんですけど、うんうん、なんていうかキャリアコンサルタントの資格ってすごいいい資格だなって自分自身も思ってるし、うんうんうん、だからこそもっとスキルアップしていこうみたいなところもあるんですけど、あの世間の方がそれをいい資格だってそもそも思ってないことの方が多いわけですよね。キャリコンですよみたいな、ある種ちょっと上からというか、何でも聞きますよ、何でも聞いてあげますよみたいな感じで行くのは、なんかそもそもちょっと違うよなみたいなところはすごく思いましたね。そうですね。なんか自分自身のそのキャリアコンサルタントとしてのあり方もそうですし、あのアプローチの仕方とかもちょっと改めて持たないといけないなってこの1年は考えましたね。あれだとしたらね、まあそういった現状をこう変えていくとすると、なんかどんなことしたらいいと思います？そうですね、やっぱりあの、うん、いろんなカテゴリーって言ったらあれですけど、うんうん、いろんな方と話しする、うんうん、キャリコンではない方とか、うんうん、あとはもういろんな世代、あのキャリコンの中でも、まあ、私もその教育の方に携わりたいみたいな気持ちがあったらどうしてもそっちの方にフォーカスしがちなんですけど、でもやっぱりいろんな世代の人と一緒に考えないとその教育の問題も解決していかないわけなので、多様な世代、多様なカテゴリーの方と一緒に話しながら、で自分自身こういうキャリアコンサルタントっていうものをやってるんです、でこういう風になっていきたいんですっていうところを、全然違う職業とか全然違う世代の方に話してみるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思っています。僕はあのアミさんがすごくいいなと思うのは、行動量も多いしいつも元気だしね。だからそこだと思うんですよ。この生き生きしてる人っていうのがどんなことを考えてんのかなとか、何をしてきてる人なんだろうなっていうところの興味がまずあって、で実はキャリアコンサルタントなんですよ、ちょっと話聞いてみません、うん、ってなると聞いてみたいなって思うんじゃないかなと思っていて、だから僕も目指すところは実はそこで、頑張りましょうっていうことを言うとすれば、お前が頑張れよって言われたくないなと変に元気だなこのおっさんはと、でもなんでだろうんだろうなっていうところにまず興味を持ってもらう。だから自分自身が、まあ、アメリさんではないけれども本当に葛藤し自問自答しながら考えながら生きてるっていうところ、必ずしも上からではなくて自分も葛藤してるんですみたいな、でもこういう考え方をしてこういうふうに行動していくことでその道って開けていくんですみたいなところがキャリアコンサルティングなんですよみたいな伝え方ができたらいいかなって今話聞いてて思いましたね。そうですね、今の山田さんのお話聞いて、うん、キャリアコンサルタントである前に、うん、ちゃんとやっぱり一人間としての、うん、まあ、人間力じゃないですけど、うんうんうん、そこがやっぱ大事ってことなんだなとすごく思いましたね。誤解を恐れずに言うとキャリアコンサルタントの集まりもすごく大事だと思うんですよ、うん、そこでお互いをね切磋琢磨っていう世界もあるんだけど、もう一つあるとすれば、あえてね全くキャリアコンサルタントっていうことを知らない世界にキャリアコンサルタントとして入っていく、キャリアコンサルタントってこんなものなんですよ自分の言葉で語れるっていう存在になっていくこともすごく大事なんだろうなって青柳さんの話聞いてて思いました。今それをなんか実践されてるんじゃないかなって気もするけど、青柳さん自身は。あ、本当ですか。いや、うん、そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、いやまだまだ、はい、うん、伝えていけるといいなというふうには思っています。こうやってまあ青柳さんと世代もね違う中で話ができたりっていう、うん、そうですね、うんうん、ぜひぜひこういうことをいろんな人とやっぱりやっていけるように外にね広げていきたいなというふうに思いますよね。はい、はい、じゃあまたこれからもねお互いにキャリアコンサルティングの普及のために、はい、自分自身が生き生きと頑張るように。そうですね、はい、
やっていきたいなというふうに思います。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。